これ何？病室 B！ あ、これもう普通に見つかる感じか。ラッキーラッキー。ゴミ箱も何にもないと。じゃあ病室 B に行きますか。セーブどのタイミングでされてるのかわからんのだけど。入っていく。あ、オッケーオッケー。何ぞ？何ぞ？あれ何ぞ？ベリアルか。これベリアルだ。15歳なの？若っ！若っ！あ、パーソン、リービング、ザ、インザ、に、あ、そういうことですわ。あ、読めないんだ、これ。なんだこれ。暗号が書かれている。わからんな。何にもない。暗号を解くしかないか。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。よし、OK。ちょっと動画時間がさ、結構いってたから。あ、わかった。これ全部半分で見るんだ。うん。一個ずつ見ると、なんか、線が2本並んでるやつでしょ？で、O っていうやつでしょ？で、あともう一個がなんか、なんだろう、なんて言うんだろうな。なんて言うんだろうな。なんか、悪魔が持ってそうなやつ。フォークみたいなやつでしょ？で、もう一個が、なんて読むんだろうな。まあ、なんかスイッチみたいなやつ。まあ、それを全部半分ずつで見ると、左上が1。で、右上が3。で、左下が4。で、右下が、2でいいのか、これは。多分2でいいんだよな。うん。多分2だな。ってなるんだよ。要するに、右側を隠してみるって感じか。うん。まあなんか、編集で多分伝えやすくしてると思うんだけど、伝わりやすく、なんとかしてると思うんだけど、まあそういうことなんで、多分、このスイッチの押す順番なんだよ。だから、左上、右下、ここ、で、左下って感じだな。了解です。いや、サクサクしてるなぁ。謎解けるんですわ。ここを押す。で、次が、右下か。ここを押す。で、次が上か。こう押す。で、ラスト、左下ね。お、押すと。ちょ、移送してこないでね。やめてよ。押す。OK！ 開いていく。で、次がどこだ？上だよな。まあ、純粋に行くんだったら、ここ、順当に行くならここか？ここだな。なんだ、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 なんか、やばいぞ。なんか、黒いぞ。あそこ。たとえ、記憶の部屋に、部屋になっても、き、部屋を、部屋割れて、部屋っても、また、部屋すを、部屋って、部屋い、で、部屋の、あ、もう読むのしんどい、これ。読むのしんどいわ。アルファベットを A から Z 一つ選び、スイッチを押すと開く仕組み。ちょっと待って、とりあえずやめよう。マモはねえわ。メモがある。とある家で起きた殺人現場だ。リーリーという女と、クラリスか。クラリスという赤子がキッチンで死んでいた。一つの部屋に、リーリーの関係者である、関係者がいる。彼らから聞き出せる情報は4つまで。彼らの情報から推理して、犯人の名前の頭文字を入力しろ。喋ることができる時間は短い。同じことを2回聞いた場合、話を聞くことができなくなる。回数は2回分減る。メモなど取るといい。ちょ、何言ってるかよくわかんねえな。これ何これ？これ。首吊り現場じゃん、完全に。多分あれだよね。いっぱいあったポスターの中のやつを推理して、なんかその容疑者を、頭文字をぶち込めと。まあ多分そういうことだよね。喋る時間が短いって何？あいつら会話できるようになったの？進化したな。お前喋れんのか？俺はナイトコア。芸術家と呼ばれている。事件について何か聞きたいことがあるなら話してもいいが、喋ることができるだけ、できる時間は限りある。要点だけ話すぞ。ちょっと待ってよ。なるほどね。リーリーの関係は、ちょ、これ見えるからいいや。フレンズでしょ？遺体について。とりあえずこれあれじゃない？ここじゃないの？ベランダでタバコを吸っていた時だ。
隣の家からやめてというリーリーの声と倒れるような物音が聞こえて不審に思って駆けつけたら、いくらノックしても返事がないんだ。おかしいと思ってフリートと協力して扉をこじ開けた。その後、ベリアルが通りかかった。そして彼にマンモンへの伝言を頼んだ。要するにこいつが一番最初に、ちょっと待って、メモ取ろうか。これマジ、わからん。俺、ガバガバ記憶力じゃ無理だ。ガバ記憶じゃ無理だ。待てよ。ナイトコア。ナイトコア。なでいいや。ナイトコアは、タバコ吸ってたんだな。タバコ。ナイトコアタバコ。これわかんのか、俺。やべえ、フェニーが落ちてきた。ナイトコアタバコ吸ってて、誰と来たっけ？フリートが来たのか、次。フリートが来て、次がなんだ、ベリアルか。ベリアルが来て、マンモンに、こいつは伝言頼めと。伝言、はい、伝言。お前怪しいな。タバコって言ってお前怪しいな、お前。とりあえずいいや。じゃあどうしようかな。戻ろう。ここ誰だっけ？お前誰だ？これベリアルだ。これマンモーに伝言伝えた人でしょ。ああ。俺はベリアルだよ。ただの学生。事件について何か聞きたいことがあるんだろう。でも、あいにくおしゃべりする時間が用意されていないから、手短に言うよ。近所との関係、現場と遺体、犯人について。もう直接聞くか、お前犯人知ってっか。実際にこの目で見てないからわからないけど、サイコパスって知ってるかい？あ、知ってる。小さい頃って虫を平気で殺したりしただろう。殺生をする、殺生でいいんだよな、これ。殺生することに抵抗がない人間として抜け落ちた部分がある。もしかしたら、ちょっと待って、また止まって、びっくりした。ほんとびっくりした、今。音が止まってさ、もしかしたらのタイミングで音が止まる。もう本当にお前かと思った。びっくりした、マジで。もしかしたら、犯人は案外子供だったり。あくまで俺の予想だけどね。お前が一番若えぞ。その発言は慎んだ方がいいぞ。気をつけろよ、お前。じゃあ次。じゃあ何？じゃあフリ、何？ベリアルイコールサイコパスでいい？もう確定しちゃうけど、それ。サイコパス。はい。ここ誰だっけ？これフリートだっけ？フリートだ。フリート・エドワード、45歳。私はフリートと申します。教会の神父です。何か、私に聞きたいことがございましたら遠慮なくどうぞ。ただ、喋ることができる時間限りがありますので、手短に。フリートは、一緒にこじ上げたんだよな、リリーと。リリーじゃねえわ。ナイトコアと。ナイトコアと一緒に、リリーの家ぶっ壊して入ってったと。で、事件当時にいた場所。これ聞けばさ、フリート、いやでもこれ、ん？近隣の人たちについて、いや、むしこれ聞こう。私はリリーさんの近所に住んでいて、買い物に行こうと外に出た瞬間、途端か、ナイトコアさんが、リリーさんの家の扉を必死に叩いているのが見えたんです。心配になって扉を壊し、中に入った頃にはもうリリーさんは。あ、じゃあナイトコアこれ無実か。これ、だって発言が一致するもんな。完全に合致するもんな。必死にぶったたくナイトコアの絵を想像してしまったけど。んじゃあラスト。マンモン。マンモンさん。あんたなんで下の名前隠すんだ？あたしはマンモン。リーリーの姉よ。あ、そうなの？あ、そうか。シスターズ書いたのか。何か聞きたいことがあって。喋る時間には限りがあるから、手短にお願いね。ベリアルにマンモンへ伝言を頼んだって言ったけど、こいつ何してたの？当時何してたの？そし気になるんですが、クラリスについて。クラリスって 赤ちゃんだよな。これ機械聞く必要あんのか？リーリーの性格やめとこう。あまりその辺に関わる必要ない。これだな、事件当時の状態。事件が起こった直後、私の息子が呼びに来てくれて、見に行ったのよ。リーリーは正確に性障害にあったわけでも、金品が盗まれたわけでもなかったわ。
そんだけそんだけ、え、あ、え、んんんんん疑問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 待て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 、え、息子が呼びに来たって言ったよな。待て、お前息子なのか。あ、息子だ、名前隠れてるえ、え、え、え待って、これで見つけるの？マジで言ってんの？ちょっと待てよ。リーリーという女とクラリスという赤子がキッチンで死んでいた。4つの部屋にリーリーの関係者がいる。じゃあ4つまで。え、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、マンモンさんは息子が呼びに来たっつったよな。お前本当に See like the 読めないんだよな、読めないんだ、読めないんだこれTaken of Taken out of the houseHow 読めんわ。 She like the 彼女は何これ、なんて読むの、ラクスリーって何読めんのだけど、 However no many was taken of the 金は取られていねえと。うん、え、ちょ待って、分からんのだが息子が呼びに来たっつったよな。で、ちょっと待ってよ、ちょっと頭の中のあるもの整理しよう。ナイトコアは、事件当時の時間はまあタバコを吸って、あのベランダでタバコを吸っていましたと。で、物音があのリリーの方の家からしたから慌てて駆けつけました。そしたらなんか扉閉まってて、やべえどうしよう、お、ちょうどいいところにフリートが、ちょ、フリート手伝ってくんね、よし、フリート手伝う、うん、フリート手伝う、まあ、ここまで多分話してること一致してる、うん、で、え、なにこれ、フリート何ベリアルって、何書いて、何メモってんだ俺、わかんねえあれだ、フリートはベリアルにあれをしろと、マンモンに対してちょっと伝言頼んだわと、うん、これちょっと伝言頼んだわと、頼んだと、で伝えに行った。でマンモンが伝言を受け取った。でベリアルの話がなんか子供がサイコパスみたいな子供がサイコパスだから、なんかちっちゃい子がやったんじゃねえのみたいな、よくわかんない発言してて、でマンモンさんがあれだ、なんだっけ、何て言ってたっけな、せ、なんか、うん、リーリーは性障害でもなんでもないよみたいな、うん、金取られてなかったよみたいなこと言ってたのかも。で、フリートの発言は、うん、ナイトコアとのやつは一致してる。うん、ナイトコアとは一致してる。だから、ベリアルかマンモンじゃねえの、これ。え？ちっちゃい子だったらおめえじゃん、ベリアル。自分で自分の首絞めてねえか、それ。いや、それは違う。あれだ、お母さんをかばうために、ベリアルの頭のいい、ベリアルの高等テクだな。これ、お前、マンモンだな。さては、私を疑ってるの？と、声が聞く。やばい。怖い。殺されるぞ。マンモンに殺されるぞ。ちょ、会いに行くか。てめえじゃねえのか、マンモンさん。え？え？よくわからんぞえ、これ何回も打てるの？え、何これ、え、違うの？
全員一回やっちゃったんだけど今。もう一回これマンモンって押すんじゃないの？違う。え、何すればいいの？わかんない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 。みんなダメだった。みんなダメだったんだが。なんだこれ。どうすればいいんだ。私を疑ってんの？疑ったからお前の名前にしたんだよ。ちっちゃい子。ちっちゃい子。クラリス。開いたんだけど。とあるメモと鍵。デリンジャー、デリンジャーって何？デリンジャーって何？わからん。来た。わからんの来た。手のひらサイズの銃。あ、銃の名前がデリンジャーっていうのね。へぇー。あーち、おぉー。こっちに来るな。うん。おーい、またやべえの来たぞー。ルキフェルキッド03。え、銃あるじゃん、銃使え、銃。このドン。お、デリンジャーある。撃て。カウンターって何？体から毒を吸い出して吐く。あー、毒状態になったらあれか。ちょ、カウンター撃っとくか。カモン、デリンジャードン、外していく。このドン。噛みつき痛い。いや、まだ HP に余裕があるから、これはデリンジャーと、デリンジャーゲーですわ。カウンターと言っといて、撃つ、当たる、やばい、強い。これ回復しようか。間違えた。応急手当でカウンターでいい。いや、通常攻撃はカウンターでいいな。回復して、この切る、危ない。おい全体攻撃とか聞いてねえんですが。ここはデリンジャーだな。デリンジャーでよくて、カウンター、通常攻撃でいいかこれ。ドン、オッケー、当たる、殴る、劣るってんだ。オッケー。危ないところでしたね。君大丈夫でしたか、ホック。ん、俺の名前だよ。助けてくれて、そのありがとう。かわいいやつだお前、ホックチン。ホックくん、一人じゃ危険だから、一緒にここから脱出しよう。さっきみたいに3人で協力すればきっと出られるよね、メビウスさん。これ何？僕はあなたの味方ですって。怪しすぎるだろ。そういう発言するやつ結構敵多いからだ。そうですねだろ。そうですね。フラル君の言う通りです。ホック君、ついてきてくれますよね。ああ、わかった。ホック君、メビウスさん、先に進もう。え、扉開いたんだけど。え、ここの扉、ここ開いてないけど。開かんのだけど。え、ここ開かないんだけど。何？ここ何？ここ何？何の部屋？ここは、後で来るかもしれない。これとりあえず全部開いたってことか。つ、まった。なんかもう冒頭からやべえなこれ。人間を守ることを契約された。ん？どういうこと？ああ、天使の数が減るので、ね、ああやべえ、なんか俺ただ単純に一人で読んで納得してるだけだ。え？対立関係にありました？あれ？仲良かったんじゃないの？天使と人間って。
裏切ったのか、お人裏切ったのか。あ、人間代表として店主の方々に謝罪させていただきたい。申し訳ございませんでした。ホック君、今日は何して遊ぼっか。うん、持ってるよトランプ。じゃあ一緒にババ抜きしよう。じゃあカードを配るね。こっちが僕の、ベッドの上がホック君のね。だいたい繋がってきてるんだけどさ。いや、言わないでおくわ。ちょっとごめん、言わないでおくわ。大丈夫ですか？平気だ。強がらなくてもいいんだよ。強がりなんかじゃねえ。早く進めよ。うん、進むよ。おー、なんかすごいところ来た。はい、ということで、なんか3人にパーティーが増えたんですが、ここで今回は終わりたいと思います。なんかバトル増えてきたね。なんか、ゲームが分からなくなってきた俺。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。